こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物を着てお出かけするのに、もう着物を着ただけでもすっごい疲れちゃったとか、今日は前半戦着物はうまくいったんだけれども、まあ、ちょっと帯がうまくいかなかったとか、そういったことありませんか？本日は着物を着るには全部頑張ってはダメということについてお話をしていきたいなと思います。着物を着る時間って人によってまちまちだと思います。15分ぐらいでさらっと着れる方もおられれば、30分ぐらいかける方、それからいやいや私1時間とか1時間半かかりますという方、様々いらっしゃると思います。まあ、時間がね、やっぱりかかればかかるほど人の集中力っていうのは保てないものだと思います。まあ、15分ぐらいであればずっと集中して着るのはそんなに苦ではないと思いますけれども、例えば45分から1時間ぐらい、別にね時間かかるのが悪いということではないんですけれども、人の集中力という観点でいくと、やっぱり長くなれば長くなるほど集中力をね保てない。これは来てくださっている皆さんが悪いわけじゃなくて、人間としての、まあ、性質だというふうに思います。で、まあ、1時間半集中力をキープできたとしても、今からお出かけしますよね。着物を着た後お出かけするわけですから、その前にぐったり疲れてしまっていては、なんかもったいないなというふうに思うんですよね。着姿でやっぱり全部が全部で綺麗にしたいということは、お気持ちはとてもよくわかるんですけれども、全部もう綺麗にしたいというふうに思いすぎると、結果全部ダメになってしまう。それは集中力が保てないという観点で全部ダメになってしまうというのは、まあ、全部うまくできないというのは私はあり得ることだなというふうに思っています。なので全部一生懸命頑張ったら全部集中してはダメということにつながりますね。人の着姿ってどこが皆さん一番目につくと思いますか？人それぞれ答えは違うかもしれませんけれども、全体的に引いてみたときに、人の着姿っていうのはだいたいこの辺りからこの辺、襟周り、それからまあ帯上げぐらい、ここに至るところがやっぱり一番人の目につくと思うんですよね。なのでここがある程度綺麗だったら全体綺麗に見えます。もちろん後ろの襟も綺麗に抜かせたいし、背中のシワも綺麗にしたい、おはしょりも綺麗にしたい、裾も綺麗にしたいというふうなお気持ちはとても分かりますが、とにかく一番ミニマムな面積で綺麗さを演出するためには、ここからここなんですね。ここの範囲なので、ここをねぜひ綺麗にちょっと見せるということをね意識して着ていただければいいのではないかなと思います。その場合何が大切かっていうと、集中力は私全部はキープできないというふうに申し上げましたよね。襟周りを決めるポイントっていうのは、まず長襦袢、一番最初ですよね。それからまあ着物は長襦袢に沿わせて着るというふうに捉えれば、あとは帯揚げになりますから、ここからここのね印象で言うと、一番最初の長襦袢、それから一番最後の帯揚げ、ここ最初と最後意識して、あとは流すというふうにすると、まあ、最低限のここがある程度綺麗に見えるというのは担保できるんじゃないかなというふうに思います。もちろん人によって着姿のお悩みっていうのは違ってくると思いますが、集中力をキープさせるということで言うと、全部が全部一生懸命着ては大変ですし無理だと思います。なので今日はどこを綺麗に着よう、ここを丁寧にしようっていうポイントを決めて着ていただくということが重要だと思います。あとは流すぐらいの気持ちでもね、いいと思うんですよ。例えば今日はとにかく襟周りを綺麗に着られるように頑張ろう。今日はこの辺お腹周りすっきりさせるように頑張ってみよう。今日はお太鼓のこの山が綺麗になるように頑張ろう。今日は帯が緩まないように結ぶこと、巻くことを頑張ろう。みたいな感じで、今日毎回、まあ、テーマあっても2つまでですかね。着物関連で1つ、帯関連でもう1つぐらいの今日のポイントを決めて着ていただくっていうことが、結果綺麗な着姿を手に入れる大きな近道ポイントになるのではないかなというふうに思います。もちろん全部気にして綺麗に着られたらいいですけれども、人はそんなに頑張れないです。人間ってで着物を着た後楽しみが待ってますから、元気をねキープさせたいなというふうにも思いますので、ぜひ今日のポイント、あんまり頑張りすぎないポイントを決めて着物を着るということをぜひね実践してみてくださいね。
本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったので、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。